ギリシア語はインドヨーロッパ語族ヘレニック語派に属する言語。当地中海諸地域における共通言語の一つとして3000年以上日常言語として、さらには文学作品、公式記録、外交文書の言語として重要な役割を果たしてきた。単独でヘレニック語派を形成する。ギリシア共和国やキプロス共和国、 イスタンブールのギリシア人居住区などで使用されており、和社は約1200万人。また、ラテン語とともに、学名や専門用語にも使用されている。省略型は記語。ギリシア語は、インドヨーロッパ語族の中で最も古くから記録されている言語であり、その歴史は3400年にわたる。ギリシア文字で記されるようになったのは、ギリシアでは、紀元前9世紀、キプロスでは、 紀元前4世紀以後のことである。それ以前では、紀元前2000年期半ばには、千文字 B が、紀元前千年期前半には、キプロス文字が、それぞれ使われていた。ギリシア語は今日においても、人類史上最も強い影響力を持った文明の言語、あるいは3000年間継承されてきた史上最も偉大な文学を生んだ言語の一つとみなされ、広く尊敬の念を集めている。 その語彙は学術用語として英語をはじめとする欧米諸言語に多数釈用されており、英語の語彙のうちの12%がギリシア語由来であると推定される。ギリシア語はまた新約聖書原点を記すのに用いられた言語でもある。ヘルニズム時代には当地中海世界の通称語として広まり、中世には 東ローマ帝国領の大半にあたる広大な地域に波及した。ギリシア語の語彙はヨーロッパの諸言語に広く借用されている。特に英語においては、数学、天文学、民主主義、哲学、修辞学、俳優、陸上競技、劇場などのほか、ギリシア語の単語やその要素は新たな造語のもとにもなっている。人類学、写真、異星体、生態力学、 映画、物理学などがそれにあたる。また、ラテン語とともに国際的な学術用語のよりどころともなっている。例えばロジーで終わる語はすべてギリシア語由来である。ギリシア単語の多くが英語の派生語を有する一方、ギリシア語に起源を持つと推測される英語の語彙はそのうちの12%である。ギリシア語はおおよそ紀元前3000年期後半には、 バルカン半島で話されていた。最も古い痕跡は、クレタ島のクノッソス宮殿内の2頭立て馬車の粘土板の部屋にある、千文字 B の粘土板に見出せる。ギリシア語が現在使用されている言語の中で、世界最古に記録されたものの一つとされるゆえんである。インドヨーロッパ語族の中で、記録を確認できる年代がギリシア語に匹敵する言語は、ベーダ語とヒッタイト語のみである。 後年のギリシア文字はフェニキア文字に由来する。フェニキア文字はアブジャドであったためた焦点が加えられ、これが今日でも使用されている。ギリシア語は慣例的に以下のように区分される。まず公語ではソフィアノスのギリシアの文法書が書出である。しかし18世紀のブルガリスはギコ天語を堅持した。ミシオダクスは新しい共通語を基礎にと主張。カタルジスは 学者として、初めて交互民衆語を支持した。一方、アダマンティス・コライスは、コイネーを基範とし、交互を純化した古典的ギリシア語に基づく新しい、基範的ギリシア語を作ることを最初に訴えた。1833年に、ギリシャ王国が成立すると、新国王を孫一世と共に故国に帰った官僚は、コイネを基本とする古典的カサレブサを標準と、 すべきと主張した。一方では、公語に基づいた民衆語をギリシア語にするべきだという文学者、ディオニシオス・ソロモスの主張も存在した。その後、長くフランスのパリで活躍したプシハリスが、民衆公語が通じ言語学的に公用語として適切であり、現代ギリシア語は公語によるべきであることを国際的な学者、作家として、 初めて言語学的根拠を持って主張した。当時行政言語に主流であったカサレブサは、通字言語学に反した復古的、人工的なもので、公用語でも文学語においても執刀である旨を、我が旅等で文学作品の中で実践してもいる。しかしその、公語は、数ある方言のうち、アテネ方言のみを指称するもので、当時の方言をまとめるには、 かつてのコイネを基盤とするカサレブサの方が、キリシア全体の共通語として、より一般化しやすい言語であった。方言学者は、どちらの陣営にも属さず、地域方言をその地域の公語として、教育言語に使用することを、折中案として唱えた。英語界のサモス島やスミルナで、女子校の運営に当たったレオンディアス・サフォーは、学校教育においても、 方言を推奨し、言語論争に方言の重要性を提起した。カサレブサの長所とアテネ方言のデモティキとの接中言語よりも民衆語である方言の重要性を強調した。20世紀後半に入ると首相のエレフテリオス・ベニゼロスは新憲法にカサレブサを公用語にすることを記載した。 ただし初等教育については、トリアンダフィリデスの主催する教育学会が文法書をデモティキで出版し、民衆候補化が公的に行われた。やがて、イオアニス、メタクサスの独裁政権の下では、カサレブサではなく、デモティキが正式な国語と制定され、またその後の政変で再度、カサレブサに戻された。1964年、 ゲオルギオス・パパンドレウ政府がカサレブサとデモティキと共に公用語とするも、軍政下ではカサレブサが公用語に再度戻された。1974年7月24日の民主制回復を経て、最終的にコンスタンディノス・カラマンリス政府のもと、1976年にデモティキが正式な公用語と定められ今に至る。しかし、司法用語は、 依然、重ねぶさのままで存続している。判例なども重ねぶさで、起草、公示されており、大学学位論文、公的広報等でも用いられ続けている。このほか、正教会の方針例用語も重ねぶさが正式な、権威ある言語として依然と使用され続け、デモ的と並存しているのが現状である。教養ある、現代語話者は古典を介することができる。 その背景には、古典と現代語の類似性だけでなく、教育が機能していることが挙げられる。新約聖書原典や72に約聖書に書かれたギリシア語であるコイネーは、現代の和者でも、比較的理解しやすい。イギリスの歴史家、ロバート・ブラウニングが言ったように、現代ギリシア語の和者にとって、紀元前7世紀に書かれた、ホメーロスの女児詩は決して外国文学ではない。 ギリシア語は、その最古の時代より現在に至るまで、連綿と受け継がれ、親しまれているのである。大文字、小文字、現代の音歌、寛容の呼び名、現代の呼び名、現代の綴りの順で記載。カナ転写と発音の問題ただし、テッサロニキのような古来の地名などは古代ギリシア語の発音にのっ,とって転写する。デモ的では、いわゆるトノスの記号類は、のみに、 物とにコス化されている。規則記号の矢などは廃され、矢などは、に統合され、有強制の際にのみ記される。またこの強制記号は、5末から三番目の音節のうちに置かれる。カサレブサでは、古典語のテキスト表記に習った、古典式の記号、符号を維持している。疑問符には、いわゆるセミコロンを用いる。ユニコードではこの記号に、 U++003B プラスのセミコロンとは別に、U++0037E プラにクリーククエスチョン、MARK が割り当てられてはいるが U++003B プラスの方が好ましいとされる。Windows のギリシア語 IME でも U++003B プラスが出てくる。ボイン、ファイオメガニューイプシロンニュータウアルファーシーンシグマ、ミューファイオメガニューアルファー古典式発音との違い同じ、単語でも、 古代ギリシア語と現代ギリシア語の発音は異なる。以下にその例を挙げる。なお、ここで言う、古典式発音とは古代ギリシア語の処方こと中の古典キアッティカ方言を指す。ギリシア語綴りに用いる記号は、現代語のものである。名詞は、男性、女性、中性の三つの性と、単数、複数の二つの数と、主格個格俗格 対角の4つの角によって語尾が変化する。動詞は、単数、複数の2つの数と、一認証、二認証、三認証の3つの認証と、完結症、非完結症、完了症の3つの相と、過去、現在、未来の3つの時制と、能動体、受動体の2つの体と、直接法、接続法、命令法の3つの方からなる。また、 他のバルカン言語連合と同様に不定種が捨てられている。辞書の見出し語は古代ギリシア語同様に、直接法の同単一認証単数現在である。古代ギリシア語からの変化として予覚が消滅し、簡潔症と非簡潔症の文化が進み、右言型が発達した。また語順に規制的な高速性が増した。漢詞類について古代ギリシア語と対比するにはギリシア語の、漢詞を参照。 男性名詞女性名詞中性名詞アオリスト語感に、よる、非完結症のアオリスト未来、アオリスト命令型が発達し、アオリストと同様頻繁に使用され、コイネーの語感がそのままの形で、現在も存続している。また、気球法は、接続法に合流した。未来時世は、シータアルファを動詞に前置させて表現し、かかる動詞の幹によって完結症と非完結症を、 区別する。未来時世の語尾は、どちらの層も、本時世語尾が使用される。過去時世には、現在語換に副時世語尾を設備した未完了過去と、アオリスト語換に副時世語尾を設備したアオリストが存在する。この用法の体系は、ロマンス書語の半過去と天過去の対立と類似する。完了層である、未来完了、現在完了、過去完了は、 カイオメがアオリスト五冠にイプシロンイオータを設備させた右辺型で表現される。接続法は、ニューアルファを前置した右辺型で表現され、五感は、現在五感本次性語尾の非完結症と、アオリスト五冠本次性語尾の完結症が存在する。条件法は、シータアルファを付した右辺型で、五感は、現在五感第二次認証語尾系、アオリスト五冠第二次認証語尾系である。 本次性語尾副次性証系命令法中、受け動体認証名詞関係代名詞化され不作の、ππ、イータ πα、タウ π を用いるのが、商業文、行政文、公的文書では普通である。π ウプシロンも、交互では用いられる。前置詞を書くの代わりに、シグマイプシロン対角が用いられる。疑問詞否定固定された、語順正時名,名詞。限定指名詞。 認証代名詞同士、数詞名詞群、否定詞同士。スボが基本語順であるも、ベソ、オブス、ボス、オブ、SOV のすべてが可能であり、許容される。ほとんどがコイネーからの象形である。ギリシアの各地における方言に、その残差が見られる。トルコ語の語彙も、かなりの頻度で用いられることが現代ギリシア語の特徴である。 カサレブサの文法形体素は古典ギリシア語と同一、または類似である。口語については、上記、下、形を参照されたい。ツアコニア方言は、右言法による動詞活用を行う。イプシロンミューヨタロウプシロン、イプシロンシグマヨタロウプシロン、イプシロンミューヨタロウプシロン、イプシロンミューミューイプシロンロウ、ウプシロンニュータウイプシロン、イプシロンタウタウイプシロンロウ。 ウプシロンニュータウイプシロン、イプシロンイオタシグマイオタロウプシロンニュータウイプシロン。活用例エクオ、エークース、エクイ、エクメン、エクエテ、エクシン、エクンメイレー系、エクテ、アクセ、エクスタゴイ形態素材用語、前絶化、上昇、平音化、中音化の検証、周音化、t、音化、騒音化、 無性難口外閉鎖音の口航外閉鎖音化等、様々な音韻変化が処方ことに分散し、古代ギリシア語からコイネーの時代を経て、現代の各地域の方言、またコイネーからアテネ方言への推移をも、通次言語学、教授言語学において論証することができる。特に叙情のキプロス方言、また、クレタ方言等は、現在も訴求の可能な多量の文献が存在するので、 現代語の通じ的推移、教授的視野を論証させてくれる。また、母音交代、子音交代、語中音添化、語尾音の点化、震え音化等の様々な音音変化、または、交代現象、古典語からの伝統である音便流の保持など、現代の諸方言は、古典から恋音を経て分散した各方言の通じ、教授言語学上の貴重な音音音変化を、現在も維持している。 現代の原用言語であるギリシア語は古代からの継続言語であり、原用言語のギリシア語の完全な理解には古典ギリシア語の素養も不可欠である。カナ表記では太字を強く発音する。ありがとうございます。